八田与一は重要指名手配に指定され、800万もの懸賞金がかかっている。信号待ちをしているバイクに軽自動車で故意に突っ込み、二人の被害者のうち一人が亡くなった。事故の状況や証拠から少なくとも制限速度の2倍に当たる時速80キロ出ていたとみられる。普段は温厚で礼儀正しい性格だが、怒ると何をするかわからない性格をしている。電車待ちの順番を割り込まれ、電車のホームや壁を蹴りながら発狂した。寮の荷物を運ぶため、夜中に社用車を盗み、栃木から千葉まで運んだ。マッチングアプリで知り合った女性が帰ってほしくなかったため、包丁を使い落とした。その結果、逮捕監禁罪で留置場に送られた。筋トレが趣味で留置場で腕立ての勝負を仕掛けたが、負けてしまった。